guys, welcome back to my channel. It's Misa. 皆さんこんにちは、Misa です。今日はですね、ディズニーグッズを紹介していきたいと思います。といってもですね、まあ、最近ディズニーランドとかディズニーシーとかパークに私全然行けていないので、ディズニーパーク以外で買えるディズニーグッズで買ったものを紹介していきたいと思います。はい、ではまず一つ目です。じゃーん。これね、マリーちゃんのスリッパで、ね、ふかふか素材でできていて、M と L のサイズがあって、L が良かったんだけど、ちょうど M しかなかったんですが、すごい履き心地も良くて、しっかりしてて、今しかもね、セールで700円ぐらいだったので買ってきました。ミニーちゃんとかまだ4つぐらいいろいろ種類があったので、店舗によってはまだあると思います。次はこちらです。じゃーん。これはですね、アリエルとジャスミンがあるんですけど、でこういう風にポケットがついていて、中がねちょっとふわふわした素材になってるので、モバイル系を入れてもまあちょっとクッション性があって大丈夫だよっていうやつなんですけど、この間やった時もちょっとこの柄はね売り切れてしまっていて、でもこれよりも可愛いラプンツェルとかまた別のものがあったので、次がこちら、じゃーん。これは美女と野獣のポーチです。なんかちょっとね綿素材っぽい感じなんだけれども、まあ、結構しっかりはしていて、サイズは2サイズあって、これもいろんなプリンセスの柄がありました。でね、これは本当に最近発売したばっかりなので、まだどの店舗にも割とあるんじゃないかなって思います。次がこちらです。じゃーん。はい、グリーンメンのポーチと靴下です。これね、ちょうどここにバナーが出てるグリーンメンのワンピースを作った時にグリーンメンのブームが来たので買ったんですけど、こっちが島村で、こっちはね、ちょっと忘れちゃったんですけど、次がこちらです。じゃーん。エルサとアナの、アナと雪の女王のね、衣装の柄の、なんとこれ iPhone ケース？モバイルケースで後ろにこういう風にチャックがついていて、中がクリーナー素材でできてるっていうポーチなんだけれども、ポーチとしてではなくて、私ちょっとまたお手洗いをね、ちょっとフローズン、仕様に変えたいなと思っていて、その飾りのために買ってきました。じゃーん。マリーちゃんのポーチです。またポーチかよみたいなね、女子ならわかるよね、無駄にポーチいっぱい買っちゃうの。中はこんな感じで仕切りがないので多分ペンケースなんですけど、もうすごいふわふわ素材で、もくにゃくにゃで、まあ、白だからすぐ汚れちゃうかなっていう感じはするんですけど、この尻尾がね、このファーになってて、尻尾にもこうリボンがついてて、これがこう動くっていうね、尻尾が顔の前にあるって、まあ恐ろしいね、ペンケースなんですけど。次がこちらでーす。じゃーん。で、キーホルダーでいいのかな？キーリングっていうのかな？ここの文字は選べるようになっているんだけど、私は TINK で普通にティンクにしちゃいました。スティンカーベルのものなかなか買わないんですけど、可愛くて、もう、即決しちゃいました。次がじゃーん。これはマスキングテープです。広げたところがこちら。はい、シンデレラの実写とアニメのそれぞれマスキングテープで、形がちょっと変わってて可愛いです。下はディズニーストアでかなり柄の種類は多くなってます。そしてじゃーん、これはラプンツェルのノートです。ここにね、ラプンツェルって入っててキラキラしてて可愛いんですけど、で中はね普通のこういう方眼用紙になってるんですけど、あんまり模様もなくて使いやすいかなって思って買ってきました。はい、いかがでしたでしょうか。ディズニーのパーク以外で買える公式商品のご紹介でした。私のおすすめの店舗は、まあ、最近すごい話題になってる島村と、まあ、インスタとかでもねすごい皆さん情報が早いからよくインスタを見て買いに行くんだけど、あとは池袋のサンシャインにある100キャラクターズっていうところが割とおすすめです。あとは小学生とか結構行く雑貨屋さんとかに行くと、正しいものとかがどんどん入ってたりするので、大人なんですけど割と小さい子に混じってそういうとこを見に行ったりもしています。またねちょっと寒い日が続くのでパーク行きたいんですけど、なかなかちょっとね行く気にならなかったりもするんですけど、この雑貨屋さんがいいよとかパークでこんな可愛いの売ってたとか、そういう情報があったらぜひぜひコメント欄でもツイッターでも教えてください。ディズニー大好きなので。ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。